ハメンクブルの3世は、オランダ領東インド支配下のスルタン家の第三代スルタン。1769年に、ハメンクブルの2世の息子として生まれる。1810年11月に、フランス第一帝政の東インド総督、ヘルマンダ・アンデルスが、ジョグジャカルタ貴族たちから貿易の独占権を奪った、ことに反発したラデン・ランガが、ラデン・ランガの乱を引き起こした。 ダーアンデルスは12月にラデンランガが立てこもるケラトン、ナヨヤカルタ宮殿を占領して、ランを鎮圧するが、ハメンクブーの2世は、ランの鎮圧に消極的だったため退位させられ、ハメンクブーの3世がスルタンに即位した。ダーアンデルスは、ハメンクブーの2世当時、ノトクスモをチレボンに追放した。1811年に、ジャワ島イギリスが占領し、 植民地支配者がフランスからイギリスに移行した。この政変を受けた12月28日に、ハメンクブルの2世が、スルタンに復帰し、ハメンクブルの3世は王太子に、格下げとなった。しかし、ハメンクブルの2世はイギリスから派遣された、ジャワ副総督、トーマス・ラッフルズと敵対したため、ハイイのウェペ南東に、追放され、ハメンクブルの3世が再び、スルタンとなった。 ハメンクブルの三世は、ダーアンデルスの要求に応じて莫大な資金の譲渡や、軍備の縮小を余儀なくされ、さらにダーアンデルスについたおじ、ノトクスモを君主とするパクアラ向けの分立を認めることになった。1814年に、ハメンクブルの三世は崩御し、次男、ジャロットがハメンクブルの四世として、後を継いだ。長男であるディポヌゴロは、 身分の低い相称との子供だったため王位を継ぐことができず、後年支配者として復帰したオランダへの反感から、ジャワ戦争を引き起こした。ありがとうございます。